皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月14日木曜日になりましたが、今日はですね、AI サービスの中で意外とまだ取り上げられてないんですけど、面白いサービスがあるので紹介したいと思います。えー、こちらからご覧ください。どうぞ、複数の AI モデルを無料で利用できるダックダック o AI チャットの使い方ということでお話をしていきたいと思うんです。 が実はね、ちょっときっかけがありまして、先日お届けしました、長岡造形大学で教えてます、情報リテラシー論の中で、こちらですね。東和ブラウザーというものについて紹介したときに、東和のブラウザーでは、初期設定の検索エンジンがダックダック号になってるんですね。ということで、えー、ダックダック号っていうものについて、実際これ、まあ、例えば何でもいいんですけど、なんかラーメンとかってこれ検索するじゃないですか。で、検索したら、こういう結果が出るんですよっていう話を、 学生に向かって授業でしていたですね。あれと思って気づいたのが、ここにですね、チャットというですね、ものがあるんですよ。で、これチャットって何なんだろうっていうふうに押してみるとですね、そうすると、この、say hello to DuckDuckGo AI Chat っていうページが出てきたんですね。ということで、あれいつの間にか AI チャットが導入されてるじゃんというふうに気づいたので、今日はこれについてですね、ちょっと調べてみたら、実はいろいろ分かってきたんですね。 実は去年の、はい、こちらなんですけど、去年の2023年3月9日に d ッ c ア a s s i s t っていうサービスが 発表されてるんだけど、これ実はまだ日本で実装されてないんですね。これ言ってみれば Google の AI オーバービューみたいなもので、あるキーワードで検索すると、検索結果に Wikipedia などから引っ張ってきた AI の記事が表示されるっていうものなんですよ。で、これ日本では始まってなくて、どうもですね、検索設定見たら書いてるんですけど、現時点では、米国、英語地域でのみ利用可能ですって書いてて、これ一応日本ではですね、これ設定することができないんですね。 というものになっているんですよ。というものがあって、ところが今年になってですね、こちらです。2024年6月7日に、無料かつ匿名でブラウザーから ChatGPT や Cloud3 などの AI が使える AI チャットを DuckDuckGo がリリースしたので使ってみたという記事がありまして、おっということですね。これ見逃してたよということで、もうね、5ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、今日はこれについてですね、えー、詳しく説明していきたいと思います。 はい。では、早速なんですが、はい。ダクダク語を使ってやっていきたいと思いますので、こちらから開いていきましょう。はい。では、ここでですね、まずはこちらですね、あの、どうやって使うかって話なんだけど、この右の画面のこの3つの3本線ですね、を押していきますと、ここに AI チャット新規っていうのが出てきますので、こちらを使って起動していくわけなんですね。